装飾の剣をすべて解放すると、島のてっぺんの建物に行けるんですね。その剣を解放する4つ目が、ここですね。行きましょう。パート1から長らく放置していたレバーの謎を解きに行きます。パート1で、雨が降ると答えが浮かび上がる、という推測を立てています。雨乞いと日照りの砂を使うと天候を逆転できるので、雨の状態にしてレバー部屋に行ってみましょう。砂をゲロゲロ様に食べさせて、ほいっと。これで雨になったはずです。外に出てみましょう。うんうん、土砂降りですね。それではレバー部屋に行って謎を解きましょう。はい、ほら見てください。一部分だけ雨漏りみたいになってます。雨のマスの間隔が、レバーのあるマスの間隔と一致していますね。こちらが、見たままの位置を映した予想回答です。これに沿って、レバーを引いてみましょう。高い。よいしょ。装置が大きいので、上の方が引くの苦労しますね。最後の一つ。よいしょ。なんも起こらんやないかい。とりあえず戻しておきますね。おそらくどこかに見落としがあるはず。どれでしょうか。あ、これだ。オレンジのブロックです。これを考慮してませんでしたね。このレバー謎解きは、ここを境に対象になっており、ここと、ここが、それぞれ対応している印です。つまり、雨のマスの位置を、レバーの位置に対応させると、こうなります。ということで、次の予想回答はこちら、これで試してみましょう。と、そいでここ引いて、最後にここ、ポイント。やった、開いた。ここも剣を捧げる場所みたいです。行きましょう。これで残る剣はあと一つ、錆びついた剣のみです。地上に戻り探索していたら屋根上のチェストを見つけたので、回収に行きます。ゲロゲロ様の縄張りは、4マスジャンプなどの高度なアクションを必要としないので、アスレチックがそこそこ苦手でも楽しめると思います。やってみてくださいね。てなわけで到着。中身は何じゃろな？ヒントドア。ヒントブックでした。読んでみます。のんびりはしていられない。すぐに気づかれてしまう。現時点では役立ちそうにないですね。頭の片隅に溜めておきましょうか。未探索のこちらの建物に入っていきましょう。ここは何だろう。なんだか怪しい雰囲気しますね。ここのレバー引いてみましょう。多分ここが開いたのかな？お、次はこれですね。ほいっと。あれ、これが開いてると思ったんですけど、開いてませんね。最初のレバーをオフにしたら開きました。複雑なセキュリティですね。ここは、トイレとボタン、それに照明のレバーかな？反対側の部屋には、照明のボタンだけがあります。それぞれの部屋にドクロバナーがありましたね。あっちは黒くて、こっちはカラフルです。ゲートの奥に進んでみましょう。なんだか暗くて、薄気味悪いですね。あ、ここ。さっきチラ見した刑務所だ。端っこに扉があり、入るとチェストがあります。Hint Prison。牢獄エリアを下に降り、緑の牢の中にチェストがあります。Hint Scaffold。まずは刑務所のヒントブックを見ていきましょう。罪を水に流しなさい。緑は始まり、処刑が怖い。黒は再び、やり直し。緑というのは、牢屋の入り口の色ですね。ここが始まり。トイレ脇のボタンを押すと、水が流れます。これが、罪を水に流しなさい、の意味ですね。
そもそもこれが何なのかというと、いくつかあるトイレのボタンを順番に押すと、処刑台へ続くドアが開く、という謎です。6つの牢屋のトイレのボタンを順番に押すと、ここが開くわけでございます。順番を間違えた場合は、黒ドクロのボタンを押せばリセットされます。で、肝心の押す順番ですが、このバナーの通りです。緑は始まりなので、この順番ですね。初めて謎を解いた時の録画データが死んでしまったので、このような形で解説させていただきました。処刑台エリアに入ってから先は、再び初見です。以上、解説終わり。なるほど、ここが処刑場ですね。このレバーは、照明用みたいですね。それでこっちが、執行部屋かな？あ、処刑台の床が動いてますね。そういえば、ここのヒントブック、まだ読んでませんでしたね。処刑台には、安全装置が備わっている。安全装置。安全装置って、なんぞや？今なんか聞こえた？あ、開けといた処刑台の床が閉まってる。レバーの部屋を出るときに安全装置元い感圧板があって、それを踏むと勝手に閉じるようになってるんですね。あ、この下チェストがありますね。ということは、ここに入らなきゃいけないのね。そういえば、処刑場以外にも照明がありましたね。片っ端からつけてみましょう。次はここ。廊下にもいくつかありましたね。確か牢獄エリアにも、あ、これですね。で、電気が消えた。もう一回つけてみます。あ、ついた。すぐ消えた。どうなってるんだろう。処刑台が反応しなくなりましたね。え、なんで？え？一瞬開いてしまったんだけど。照明操作したら、処刑台の動作がおかしくなってしまった。この謎、照明が関係しているのかな？ここまで整理してみましょう。まずここの目的は、処刑台の下に入って、チェストの中身をいただくこと。で、ここまで分かったことをまとめました。この中で重要そうなのは、これかな？まあ、わかる情報はすべて重要なんですけどね。それで、ここからは明かりの推理です。この刑務所は、照明も処刑台も安全装置も、すべて一つのパワーで賄っている。で、照明や処刑台などをオンにして、一定数以上の電気を使うと、停電が発生。オンにしているパワーを一定数以下にすれば、停電状態から復活するはず。まずはこれを確かめてみましょう。その前にこのボタンは、パワーリセットボタンっぽいですね。いくつ照明や処刑台をオンにしてようが、リセットボタンを押せばゼロに戻るようです。それでは照明をオンにしていきましょう。まず一つ目。二つ目。三つ目。四つ目。ここで停電します。三つ目にオンにした照明、ここも消えてますね。オフにしました。またオンにすると停電、パワー4で停電するみたいですね。うん、パワー4で停電しています。別の照明を一つオフにします。おお、確かに復旧してます。明かりの推理は正しかったのです。処刑台にやってきました。停電。復旧。安全装置や処刑台も同じ挙動になるか確認してみましょう。まずは安全装置です。うんうん、安全装置もパワーを使っていることが分かりました。処刑台はどうかな？処刑台もパワーを使っていますね。なるほどなるほど。わかった。全部わかったぞ。ま
ず処刑台をオンにしておきます。処刑台を出て適当な照明をオフにし、パワー3以下にします。これで停電から復旧し、オンにしてある処刑台の床が開きっぱなしになっているはず。刑務所の謎、完全攻略です。あ、開いてる。やったー、道が開いたー、めっちゃ時間使ったー。それでは中、入っていきましょう。やっとここにたどり、やー、頭蓋骨やんけ。びっくりさせないでクレメンス。首くくり縄。縄。ここに来て、縄。まあまあまあ、一応大事なアイテムっぽいですし、これでいいのかな？にしてもこの縄、どうすればいいのかしら？とりあえずわからないことは、ゲロゲロ様に聞いていけばいいんじゃないかな？クマの目を上げて、この後のヒントを伺ってみましょう。ほいっと。ゲロゲロ、わしがお主の国の言葉でヒントをやろうぞ。なんか見ようゲロ、何か持ってるゲロ、気のせいゲロ。そうです、そうなんですよ、これを見ていただきたいんすよ。ずいぶんおかしなものを持ってるゲロ、処刑に使われた縄ゲロ、罪のないものが処刑されたゲロ、この鼻で弔うゲロ。罪のない人が、一体この島で何があったんでしょう。尊い犠牲のためにも、この花をお供えしないとですね。ゲロゲロ様、ありがとうございます。お花のお供えといえば、お墓ですね。他のお墓にはお花が咲いてますが、一つだけ咲いてません。ちょっと荒いですが、そっと地面に投げておきましょう。ほいっと。勇気ある君にこの鍵を託そう。お、なんじゃこりゃ。ひまわりの鍵。ひまわり、なるほど。どこかで使えるところあったかな？罪なき死刑囚さん、ありがとうございますね。